いばきらいのコーナーです。本日のゲストはみずほの村市場生産研究部長の高橋弘樹さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ高橋さん、ちょっとオープニングの方でもですね、はい、いろいろと触れさせていただいたんですけれども、はい、みずほの村市場、はい、とても素晴らしい直売所というふうに伺っているんですけれども、はい、まずどういったところかご紹介いただけますか。はい、農産物 の、はい、直売所でして、はい、新鮮な野菜ですね、あとですね、やっぱり新鮮な、花、花、お花も、はい、あとはですね、地域の食材を使った、はい、お蕎麦屋さん。おそうなんですね。3本の柱でやっております。そうですか、はい、さあ今外観が出ていますけれども、すごい緑あふれてます ね。そうですね、これちょうど田植えの時期に撮影したんですけども、前が田んぼになってまして、そうですか、右手の建物がですね、はい、農産物の直売所になってますね、はい、ここで野菜だとかですね、お米だとかですね、いろんな加工品なんかも販売してます、はい、で真ん中のですねビニールハウスが、はい、花の売り場になってますね。あとはですね、左の方の、これ古民家を移築してきたんですけども、大きな屋根になってるんですけども、これは、ね、160年前のですね、江戸時代末期の、農家だったんですけども、それを移築しまして、はい、お蕎麦屋さんとして、ね、復元してます。そうなんですか。これ最高の雰囲気ですよ。古民家の中でお蕎麦がいただけるという、はいはい、で隣には、ね、水車が回ってるんですよ、そうなんですか。水車もすごいですね。まさに、まあ、都会の人にしてみたら、理想的ななんか田舎が体験できそうな、そんな場所ですよね。そうですね、まあ、本当にお客様にはですね、本当に癒されるっていうかね、ただ買い物を楽しむだけじゃなくてですね、そういったその遊び場もありますんでね、このみずほの村市場さんはどちらにあるんですか。茨城県のつくば市。つくば市、はい、つくば市のどのあたりに。ですね、万博、科学万博、ご存知ですかね、それをやった跡地が万博記念公園ってなってますけど、その近くなんですね。あ、じゃあ割とつくばで行ったら、まあ、ね、都心部って言えばですね、中心部に近いところにあるんですか。中心部からちょっと外れてるんですけども、そこはちょっと開発されてなくて、ね、まだ農業が、ね、残ってる地域ですね。そうなんですね。たくさんあるんですね。ただ、今新しくできた圏央道のね、つくば中央インターから5分ぐらいで、ね、近いですね。そうなんですね。3分ぐらい、はい、来れますね。じゃあ皆さんちょっとドライブがてらっていうので ね、アクセスが便利ですよね。良さそうですね、はい、さあでは今日はですね、直売所の様子を動画でお持ちいただきましたので、はい、ちょっと見ていただきましょう。はい、これが正面の入り口になってますね。あ、素敵な、ね、素敵ですね、看板もいいですね。そうですね。でこれよく見ていただくと、はい、下がね、土間になってるんですよね。おお、はい、やっぱりもう日本の雰囲気を。そうですね、はい、でこう野菜だとか果物ですね、並んでまして、いっぱいありますね。はい、お祭りですね、これはもうお餅ですね。やっぱりつきたての餅、農家さんの、これが優勝の食料トロフィーと、はい、でこれが卵っていうことですね、あとはこういった野菜ですね、これまあ見えるのがその縮めほうれん草って言って、縮めほうれん草、はい、缶詰ほうれん草って言ってすごい甘いですよ。あと大根ですね、大根も新鮮な大根がいっぱい並んでますね。大きいですもんね。白菜ですね。いや、はい、大きいですね。はい、品質第一でやってますんで、はい、すごく広いですね、店内も。はい、でもお客さんがですね、土日になるともういっぱいになっちゃってます、ね、ちょっとぎゅうぎゅうですか。もう手狭なんですけども、はい、広いけどいっぱいになるんですね、はい、それぐらいいらっしゃる。これがまあ、ね、そうですね、これレンコンですね、はいはい、すごい、本当新鮮そうですね、この色を見ただけでも。そうですね、皆さん丹精込めて、作ったものを、新鮮なうちに持ってきてます。なるほど。毎朝毎朝届けに来てくれるわけですか。そうですね、基本的にも毎日出荷しておりますね。そうなんですね、新鮮です ね、ぜひこう味わってみたいなっていう感じもしますけれどもね、はい、何かこの、直売所の中で工夫されていることとかっていうこともあるんですか。はい、特にですね、品質第一でやっててですね、はい、うちの店の、まあ、目的がですね、はい、その農家がですね、きちんと再生産できて、農家がきちんと成り立たないと結局最終的に消費者も困るんだっていう考え方からですね、適正価格、なるべくそんなに安売りはしないで、はい、きちんと農家が再産取れる値段で販売すると、その代わり品質にはですね、最新に
最新を心がけていいものを提供するという姿勢でやってるんですね。なるほど。ですからそれを分かってもらうのにですね、はい、あのお店ではですね、試食をですね、なるべくこう試食して食べてもらえるようにですね、もう試食専門の人を置きまして、そうなんですか、一日中試食ばっか作ってるんですけど、試食、お野菜の試食ってどういうふうに出すんですか。いやもうそんなに、なんて言いますか、その調理したりとか、簡単な調理ですね、はい、ふかしただけだとかね、いただけたりとかね、じゃあそんなに味付けはしないで、ちょっとつけるだけでね、素材の味が分かってもらわないとダメなんで、そのものの味を、はい、なるほど、そういう試食ってあんまりないですよね。あ、ほとんど僕は見たことないですね。私もないです、うん、新しいです、ぜひね、来てみてください、はい、ぐるっと回っただけでお腹いっぱいになっちゃうかもしれない。そんなことだ。あそこ並んでいたものを結構じゃあ味わえるってことだ、それぞれのお野菜の味が分かる、そうですね、そうするとなんか本当の野菜の味っていうのがやっぱりまあ学べるっていうところもありますよね。そうですね、やっぱり、やっぱり、ね、同じ人参でもね、トマトもね、はい、全部違いますから、うーん、命のあるものですから。そうですよね、人間だってこれみんな命があるものね。本当ですよね、兄弟でも違いますよね、はい、それと同じように野菜もそれぞれ特徴があるってことなんですね。なるほど、はい、まあ、そうしたね、さまざまな取り組みをされている、はい、溝の村市場さんなんですけれども、はい、昨年いばきらの方でもですね、はい、ニュースでお届けしましたが、うん、なんと直売所甲子園で優勝されたということで、はい、おめでとうございます。すごいですよね、日本一の直売所ということですから、でまずですね、この直売所甲子園ってどういったものなんだか、はい、簡単に教えていただいてもいいですか。はい、直売所甲子園というのはですね、はい、全国直売所研究会というところが主催しまして、はい、国の農林水産省もですね、講演してましてですね、2009年からですね、はい、1年おきに行われてまして、2013年、去年ですね、はい、去年が3回目だったんですけども、ようやく3回目にしてようやく優勝することができました。いやでもすごいですよね。素晴らしいですね。これ全国から応募されてるわけですもんね。そうですね、全国の直売所が応募しまして、でエントリーしまして、はい、でその後ですね、一次審査というのが行われるんですね、はい、一次審査はですね、各地域の地方の大学のね、農学部の学生がですね、チームを組んでこう審査に来るんですよ。そうなんですか、はい、だから私のところは筑波市なんで、はい、筑波大学の農学部の、ね、農林関係の学生がですね、来ていただいて審査をして、でも学生さんの勉強にもなりそうですよね。いいですよね。そうですね、でその一次審査を得まして、はい、で残ったところが二次審査を受けたんですね、はいはい、まだ一次だけじゃないんですね。そうですね、二次も、で二次審査でですね、はい、今度は専門のですね、はい、大学の先生だとかですね、あとはコンサルタントの方だとかね、はい、そういったその農業関係の専門家の方ですね、が来ていただいて店を調査されてですね、はい、で二次審査に残った16箇所だけが決勝戦ですね、はい、なるほど、はい、それを東京で、それも狭き門ですね、11月に、ね、開催しました、はいはい、じゃあそのちょっと決勝大会の様子をご覧いただきましょうか、はい、さあこれは何ですか。そうですね、これプレゼンテーションといいまして、直売所の、取り組むようですね、はい、各直売所がこうプレゼンするんですね、発表するんですね、はい、高橋さんやられてる、そうですね、私とですね、あとはそのこれ生産者もね一緒に、応援に皆さん一緒にいらっしゃって、はいはい、お仲間の方たちが、そうですね、みんな掛け声かけたりですね、もうみんなね手肩組んで、そうそうそう、すごい勢いですよね、一団結で、その結束力をですね、アピールしたんですね。なるほど、はい、その結果が見事に、はい、優勝、はい、優勝ということで、はいはい、ちょっと優勝のね受賞のシーンもちょっとご覧いただきましょうか。はい、そうですね、これが農林水産大臣賞をいただいているところですね。素晴らしいですね、はい、これがトロフィーですね、はい、もうずらっと、ね、後ろにも並ばれているのはこれは決勝、そうです、決勝に残った直売所の人たちですね、はい、中で見事に、はい、こちらのトロフィーすごく可愛らしいんですが、はい、上に何か乗ってますよね。そうですね、野菜が乗ってますね、はい、この時も乗ったのもそうですね、はい、今日もね、実物をこちらの方お持ちいただいてるんですけども、すごく可愛らしいんですよ、この中に、はい、実物見ていただきましょうか、はい、見えますでしょうか。そうですね、ここにいろんな、ね、お野菜が乗ってますよね、はいはい、ここにいちごがあったりですね、今日はいちごの日ですね、いちご、いちごもあるし、いろんなお野菜が、はい、大根とか大根ですね、はい、ね、本当にいろいろ乗っててとっても可愛らしいトロフィーですね、はいはい、
これもともとこういった形でね、今渡されてましたですもんね。まあそういった意味ではまあ農業にね、皆さんにも親しんでいただこうっていう、なんかそれも現れてるようなところですよね。まあ、こうして見事にですね、優勝された直売所みずほの村市場さんで、まあ普段からね、いろんな形で、まあ積極的にイベントなどもやられているっていうこともあるようですので、そのあたり詳しく、後半でお話を伺いたいと思います。ここで一度 CM を挟ませて、はい、茨城ライ後半もみずほの村市場高橋さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、こうして見事にですね、まあ、直売所日本一に輝かれたわけなんですけれども、これはどういったところが評価されたんでしょうか。そうですね、まずですね、品質ですね、私どもはですね、健康、消費者の健康はですね、やっぱり大事だと思ってですね、食べ物って結局自分たち人間の体を作ってるものですよね、ですから安全はもちろんですね、で栄養価だとかですね、美味しさも大事ですしね、そういったその品質を大事にやってるところがですね、まず評価されました。なるほど。でその品質をですね、評価するのにですね、一般的には、新鮮なものはいいものなんですけども、新鮮なだけじゃなくてですね、うちではその農家さんが出荷する前にですね、検査室にですね、持ってきてもらいましてですね、それをこう検査しましてですね、栄養成分だとかを測ってですね、間違いないかをチェックしてから販売してるんですね。そうなんですね、まあ、じゃあ食べる前にすでにそれがもう本当に十分なものかっていうのは分かるっていうことなんですか。でもちろんそれも大事ですし、それをではいいものを作るためにですね、土の健康診断、人間も健康診断しますよね、土も全部違うんですよこれ。土と違うんですか。でそれをまあ検査して、その土に合った、肥料だとかですね、管理をすると、ね、あるいはその土地に合ったものを作るとね、適地適作っていうんですけども、そういう取り組みもされてるんですね。そうですね、その気候に合った作物っていうのがもう決まってるんですか。そうですね、作物っていうのはその土地に合った作物っていうのがありますので、その合わないような作物を頑張って作ろうとしても、そうですね、やっぱりあんまりいいのはできないのですね、だったらちゃんとその土地に合ったものを作って適地適作をやった方がですね、いいものを作れるってことですね。しかもまあ同じエリアでもやっぱり場所によって違うってことですか。もう畑によってもう一つ一つ違います、畑によって、やっぱり長年の歴史の中でやっぱ土が変わってるってことなんですね。そうですね、それもそういった調査をされるのも高橋さんたちのお仕事なんですか。そうですね、それも直売所全体で取り組んでおります。それは本当に、まあ、珍しいというかあまり聞かないですよね、農家さんにとってもありがたいですよね、そういったアドバイスをいただけるってことですね。そういった販売する場所もあり、それをサポートする体制も整っているということなんですね、なるほど。まあ、そうしたらあれですね、やっぱお客様にとっても、まあ、いらっしゃる方もすごい反響じゃないんですか。そうですね、もちろんお客さんにもですね、今消費者会員制度っていうのも取ってまして、まあ、1万人の会員の方がですね、1万人ですか。1万人もいらっしゃる、すごいですね、で、やっぱり野菜がいいってことでですね、来ていただいてますね、そうすると結構遠くからもいらっしゃったりとかするんですか。そうですね、県外、土日になると県外からですね、もちろん地元 の、 お客様とか、ね、消費者も支えてもらってるんですけども、まあ、ぜひこれはね、茨城県の方も、県外の方もぜひね、本当お越しいただきたいですよね、日本一ですから ね、 ね、そして、そういった取り組みをされている中で、さらに、まあ、イベントも、ね、やられているということなので、ちょっとそれもご紹介いただきたいと思うんですけれども、ついもう何か準備されてきたものがあるんですか。昨日が1月14日でですね、小正月の行事でですね、ならせ餅っていうですね、ならせ餅、ならせ餅、聞いたことありますか、ね、ちょっと初めてですね。あ、そうですか、眉玉っていう地域もあるかもしれないですけども、木にお餅をこう刺してですね、で無病息災、家内安全、五穀豊穣、そうなんですか、を、まあ、祈願するね、ちょっとですね、昔からの伝統行事ですね、その様子も実は動画を撮ってきていただきましたので、ちょっとご覧いただきましょう。そうですね、これが紅白の餅をですね、つきたての餅をくっつけてるところ、柔らかいうちに刺すんですよね。そうなんですか。イルミネーションつけるのはよく見ますけどね、お餅をつける、紅白で、これがね、実は2014個あるんですよ。2014年だからですか。2014年ですね、そうなんですか、すごい数ですね。そんなに
これ作るだけでも大変ですよね。作るのもつけるのも大変そうですけど、ね、これも市場の皆さんで、市場の皆さんとあとまあ来てくれたお客さんにもですね参加してもらってやってます。そうなんですか、はい、こうつけたりすることも、はい、すごい。この後どうなるんでしょう。この後ですね、ずっとこの寒風にさらしてですね、はい、カチカチになるんですけども、それをですね、20日の風にさらすなっていうですね、あの言い伝えがありまして、19日にもぎ取って20日にお客様に、あの先着400名様にですね、あの無料で、差し上げます。プレゼントですね。19日日曜日ですね。あ、19日じゃなくて20日ですね。プレゼントするのは19日に、あの取って取ってですね。なるほど。じゃあ20日の月曜日に、20日の月曜日ですね、野村さんにお伺いすれば、ね、お買い物した方の先着400名様ですね。そうなんですね、先着なんですね。なるほど。こういったイベントっていうのも年中皆さんやられてるんですか。そうですね、あの年間通じていろんなイベントやってましてですね、農場巡りツアーって言いまして、生産者の生産現場をですね、あのもう公開しちゃうとね、連れて行っていただけるってことなんですか。そうですね、連れて行って試食したりご飯食べたりね。そんなことまで、あのご飯も実際のね、農作業風景を見たりですね、作ってる現場を見せてですね。そうですか。安心とかね、安心安全を ね、PR して、あとはですね、あの米作り体験って言いまして、まあ、田植えとか稲刈りだとか、ね、はい、そういったことをやったりですね。実際に、あとは夏はですね、あの直売所の前のね、あの畑で、ひまわり迷路、ね、ひまわり迷路、はい、いいですね。それもしかしてひまわり畑。そう、ひまわり畑ですね。迷路にして作られてるんです。そうですね、はい、それは楽しいですね。夏休みなんで、子供たちでいっぱいになりますよね。子供たちなんか自分がどこにいるか分からなくなっちゃいそうですね。そうですね、あのちっちゃい子はもう見えなくなっちゃいますよね。それは楽しみですね。結構あの都内の方の方とか、そういった農業の体験っていうのすごく人気みたいですよね、はい、そうですね、そういった農業体験ですね。その夏休みもですね、夏野菜収穫体験ということですね、トマトを、ね、取ったりですね、いろんなこう野菜を取る、そうですか、農園もできてます、はい、まあ、だんだんとね、そうやって輪が広がっているところもあるようなんですけれども、でもそうすると例えば、まあ、この場所に惹かれて、はい、一緒にこう例えば農業やりたいっていう方なんかも集まってきたりとかしてるんですか今は。そうですね、あの今回のその受賞理由でもあるんですけども、はい、そのやっぱり若い方がですね、農業後継者がですね、定着してきているってことですね。やっぱりその再生産できる仕組みができてますんで、農家も再生産ね、はいはいはい、後継者もできてますし。なるほど。最近あとですね、農業をやりたいっていう、ね、若者も増えてきましてですね、農外からこう研修させてくれたということで、それで研修してこう将来独立してね、みずほの会員になってる、あ、会員というか、出荷する会員に、ね、なるほど、なってる若い人たちもいますね。そうなんですね、はい、結構その後継者がいないっていう問題が大きいですもんね、はい、ね、うん、そうですね、それも日本農業全体の問題なんですけども、ね、はい、逆にみずほの村、はい、千葉さんは後継者が増えている、増えているですね、うん、すごいいいことですね。まあ、それに対してこうやったらきっと増えるよっていうことを実践されてるわけですもんね。そうですね、はい、はい、ぜひね、あの皆さん真似してほしいですね。そうですよね、で直売所甲子園2013で優勝した時の記念写真がちょっとあるようなのでご覧いただきましょう、はい、ね、こちらにも集合写真、すごい若い人たちが、そう、若い人たちですね、ね、あの若手を中心にですね、やってますんで、はい、ね、女性もいますもんね。本当ですね、うん、こういったね、すごい、いい、本当に皆さんのね、まあ、コミュニケーションを取って、はい、輪を作ってっていうことでやられてるわけなんですけれども、はい、まあ、我々がですね、はい、磯野村さんに今度行きたいなと思いましたらば、はいはい、情報はどちらの方で入手したらよろしいでしょうか。そうですね、あのホームページで、あのみずほの村市場で、ね、はい、検索すればあのすぐ出てくると思いますので、はい、こちらの方にもね、そちらにですね、はい、いろんなイベント情報も出てますし、はいはい、あと旬の、ね、野菜の情報なんかも出てますので、はいはい、まあ、先ほどおっしゃった農場巡りツアー、はいはい、直近のものがあるようですので、それでちょっとご紹介をいただきましょうか。1月の26日にですね、はい、日曜日なんですけども、はい、3軒の農家をですね、巡るツアーになってます。でこれあの毎月やってますんでね、1月逃した方は2月、ね、2月3月ってだんだんいろんな野菜も変わってきますので、あ、やっぱその時期に合わせて、その時期に合わせてあの好きなコースに、ね、申し込んでいただければ、楽しみですね、はい、ぜひこちらの方も、まあ、事前にお申し込みということ で、 そうです、ね、はいはい、皆さんもチェックしていただければと思います、はい、ということで今日も素敵な話をたくさん伺ったんですけれども、ね、最後に改めまして高橋さんから視聴者の皆さんに一言メッセージをお願いいたします。はい、私どもみずほの村市場でですね、
新鮮な野菜をですね、冷めないうちに消費者に届けるということでやってます。で何よりもですね、消費者の皆様の健康が第一ですので、まず健康第一ということでね、品質第一で、提供することを心がけています。で瑞穂だけが良くなればいいという考えではなくてですね、農業、日本農業全体がね良くなればいいという考えでやってますので、ぜひね消費者の方々のご理解とねご支援をこれからもよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。ぜひこれからも茨城の農業、はい、日本の農業のために頑張ってください、はいはい、今回の茨城ライドは瑞穂の村市場生産研究部長の高橋さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。